ニュースマグビです。クミッキーこと船山久美子さんの結婚相手について新宿歌舞伎町がざわついています。芸能関係者によるとクミッキーの旦那さんはカリスマホストの冬月翔さんだと言われています。20歳の若さで独立し冬月グループを立ち上げて大成功した人物ですとのこと。結婚に動揺しているのは冬月さんに近い関係のホストに多額の投資をしてきた客たち。結婚式に出席したホストたちがクミッキー側の出席者であるモデル仲間と接点を持つのではないかと心配しているようです。ニュースマグビ